31回天下一武道会開催。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、しばちゃんと。はい、はい、おはようございます。今あの梅毒の名前なんですけども、はい、皆さん仲良くしてあげてください。はい、ちゃんと出てこない、仲良くしてください。出てこないですよ。出てこないんですけどね。なんで言ったんだ。はい、なんだこれ。はい、ね、今第31回天下一武道会が、はい、今撮ってる時が27日土曜日の、11時頃なんですけれども、うん、昨日の17時から、うん、今2ヶ月に1回ぐらいのペースなのかな、開催されました、うん、何が天下一武道会、ね、第31回天下一武道会が開催されました。なるほどね。でちょっとそれをね、昨日からねちょっとゴリゴリ僕なりにずっとやってて、これ、うん、ずっとやってて、今ちょっとまあどれぐらい、まあ、ちょっとどういう風にやってんのっていうのをちょっとお見せして、うん、まあ、最後にまあこれでもらえるチケットを引いて終わりにしようかなと思ってる次第でございます。かっこいいな、これ書いてる人違うだろ、一番上フリーザーデザイナー誰これ、絶対違うだろこれ。ちょっとファイナルファンタジー要素入ってる絵柄だよなんかね。なんか違うよね、線が細いというか。そう、まあこういうパーティーで行っています。まあやられてる方はね、まあ、ご存知だと思うのでここは割愛しますが、うん、まあ、結局ね、あの全体攻撃必殺技で、うん、全体攻撃できるキャラクターでブワーって回って高速周回してポイントを稼ぎまくるっていうのが主な遊び方だそうです。自分が始めたのがこれ2回目で、うん、まあ、どんなパーティーか全然分かんなくて初めてちょっとスタートダッシュ遅れちゃったんですが、今回はちょっと急ぎ身で遊べていると思います。お、今日めっちゃ喋るやん、ん、今日めっちゃ喋るやん、うん、あ、あれクーラー敵敵、あ、そっか、チャンギゴキ天下一武道会やったことなかったから、そっかそっか、あと俺分かんないもんこれ。でプレイしないので、これでね、例えばここにブロー入れるでしょ、これ敵ブワーって並んでんじゃん、一体一体倒すのめんどくさいでしょ。まあね、敵はどこに並んでるのか分かんない。上が敵。あ、上なんだ、うん、あ、なるほどね。なんで上なんの、あ、これ人あえて、CPU だよね。 CPU 名前は極ブラックになってる。そう、 CPU なんだよね。なるほどね。でよく使われるのが今使ってるこの前引いたさ、うん、LR のグローブ、うん、で、まあこうやってこの間引いたやつね、これが今超必殺技なんだけど、ここで追撃で必殺技を打つんですよ、うん、おお。必殺技っていうのが全体攻撃で、うん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 、って言ってるしか、うん、あ、ほんとだ、結構削れたかもな、うん、これね、でもね、相当やあの、ここにジャコとかいたりするのは、うん、相手を金縛りというか、ターンを遅らせる能力があって、はいはいはい、やらせる前に全部やった、そう、やらせる前に、で、結構このジャコとチャオズがさ、うん、出てくれるタイミングが悪いと、うん、まあちょっと報われなくて、今タイミング良かったね、そう、優勝できなかったり、まあ、ここはまた多分超必殺になってからの必殺になるので、うん、これは多分また優勝できると思うんですが、おお、てか天下一武道会ってこんな新鮮でしたっけ。違う違う、え、違う違う、ね、どういうこと、勝っちゃってもにってやつです。どういうこと、え、こんな大勢で戦ってないでしょ。何これ、天下一武道会じゃないよこれ、これデータックの天下一武道会みたいな感じだな、これデータック超難しいね。ねえ、で、まあこういう風に天下一武道会のルールが破綻してんじゃねえかよ。どうなってんだ、まあ、まあまあ優勝しました、そういうことね、はいはい、勝負あり、勝負あり、国尾くんのエニグンってだね。運動会 の運動会終わったってどんどんね、一日が終わってくっていうね、そうそう、はい、で、まあ下にも今出てるんですが、ローカルランキングが今2位、本当だ。で現在のランキングが3840。クソしたじゃん。2000位以内入賞でランキング星ぐれだった。あれこれさ、昨日さ、うん、終わってからさ、まあご飯食べるときももちろんさ携帯触らないからさ、うん、あとお風呂入るときもさすがに触れないからさ、うん、それ以外ずっとやってんだよ。それで3800だな。だからすごいよ、はい、いっぱいいるんだろうね。ああ、ローカルランキングってなんだっけ。ローカルランキングっていうのは、うん、同じような戦闘能力というか、うん、実力対キャラクターの、うん、のキャラクターたちのまあ平均値で表したそのカテゴリーみたいならしいんだけど、それのっていうたったの167人しかないんだ。結構なかね、ほとんどこの辺がねちょっとよく分かんないんだけど、うん、でまあまあクラスっていう方を見たりするとさ、うん、こういう風になってんだよ今自分がさ。このビルスクラスってこの上なんだけどさ、うん、一番上なんだけど、まあ、4万6千人いるんだ。そう、結構ユーザー多いんだよ。これちょっとさっき数えたら20何万人ぐらいいてさ。日本人だけ？日本人だけ。へえー、絶対？ちょっと分かんないけど、天下一武道会、いやどうなんだろう、海外のでもあんのかな、天下一武道会っていうシステムは。結構さ展開が違うからさ、ガチャとかのやつもさ。ということで、まあ今2200万ポイント貯まってるので、チケットガシャの引ける、お、えー、えー
怖い。で天下一武道会で引けるポイント分のガチャは、ガチャのチケットはもう全部もらってます。2300万ポイントいくとここだけで手に入る孫悟飯未来のね。なるほどね。でも連勝とかはこの辺はまだもうバン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 やっていかなきゃいけないから、ちょっとこの辺の方はご勘弁を願います。ということでガチャがね下の方なんですが、 SSR 確定ガチャチケットで、まあこういう風になってるんだけど、こ上のやつがさ第六宇宙のキャラクター、そんな感じだね、うん、でね、これ結構いいんじゃないかなと思って、ボタマゲッター持ってないので。あ、なるほどね。ボタマゲッター結構強いんだと思うんですけど、ちょっとこれを狙いでいきたいと思います。さてさて、あとそうね、天界寺武道会だけのキャラクターだったら天津飯が欲しいかな。天津飯、うん、あ、こっちのあれですね、フロストさんですね、フロストさん、うん、SSR なんだ、へー、そうそうそう、 SSR 確定なんですよ。 それ美味しいね。これ美味しいですよね。あ、まだいけるの、まだいけるの、これ SSR、 これ SSR すごい来たじゃん。オルガンが出るガチャじゃないからね。うん、ボタマゲッターがマジ欲しいんだよ。あれ一体持ってないんだよね。お、ん、次、あ、はいはいはい、はい、飛ばすんかい。何飛ばしたの今。このカリフラ結構強いよ。うん、でもなんかこのバナーの方に出てる右側のカリフラ、うん、右側のカリフラ今も全部自分虹なんですよ。じゃあいらないと、一番いらないかな今のとこね。テンちゃんだから、テンちゃんだから、何やっても変わんないですよ。全部教えてないですよ。全部教えてない、変わんねえよ。テンちゃんだけじゃないですよ。変わんねえじゃねえか全部。さあピー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 、川、へえ、これ持ってなかったと思います。うん、持ってない。やったじゃん、ラスラスラスワン、ラストラストワンショ、ラストバス、え、いいじゃん、この組み合わせ、この組み合わせいいじゃん。それ同じじゃねえかよ。テンちゃんだけって、同じですか、 SSR ですね。確かに、うん、あー、こっちね、サボテンみたいだな、マジで。なるほどね、こっちだけね、終わりですよね。で、え、まだあるんですか。これなんですよ、メインは。絶対やらないでしょ、これ全部弱そうじゃないかよ。ここにいる天津飯が、うん、幼少期カテゴリーの悟空のさ、少年期か、はいはい、少年期カテゴリーで、うん、かなりのトップクラスを誇るぐらい強い、強いんだ。そう、手がいっぱい入ってるやつ。そう、誰も来ない。これは SSR 確定じゃないの。これ確か SR もあったはず。あ、じゃあ今回の2回目だからちょっと覚えてないんですけど、前回がハッちゃんとかだったんですよね。うん、あ、バクテリアの選手だね。ほら、やっぱり悔しい。やったじゃん、未来の自分だよ。くっせんだよ、未来の自分です。ほら、あんな鼻水垂らしてるか、俺よだれよく垂らしてるよね。よだれよく垂らしてる。いや、これもうじゃあメインで使っていきましょう今後。いや、速攻素材だよ。素材になるんですか、速攻素材。え、何の素材ですか。いやいやいや、今日おかず素材。あ、そうか、おかずっていう意味の素材じゃないの、うん、あ、違うんだ。チンチン触ってるでしょ。速攻おかずですよ、おかしいでしょ。シェン、シェンじゃねえ、ムタイト様だ。あ、そう、なんかやっぱりこの辺懐かしくていいな。懐かしい、マジで。ちょっと左がいっぱいあるから、こっちはね、ちょっと引こうかどうかはね。あれ、なんか来たね、あれできた、あれで決めるけど。お、これ SSR じゃない、濃厚なんじゃない。次まで行くよ、次まで。わ、 SSR 確定、ケンちゃん、ケンされたら最高だね。ほぉ、ちょっと似てるね。これ前回の時のやつかな、第30回の時だと思いますね。持ってなかった、持ってなかった。あ、じゃあいいじゃないですか、うん、でも持ってるやつニュートが出てほしいですね。分かりづらい、これ。いちいちさ、あの詳細見てさ、うん、確認しなきゃいけないっていうのがさ、そう、やだよね。あるあるよくないと思います。これニュー出してほしいですね。あと、あの LR まで行く、うん、ヤムちゃんもいるんだよね。へぇ、これ、これ違うでしょ。あ、これこそなの。 SR から LR 行かないでしょ。なんだっけ、これどれなんだろう。なんかあるんですよね、プーアルと一緒にいるやつで、あ、これじゃない、これなわけないね。なわけない、 SR だって言うの。 SR から LR 行っちゃったらいないだろ。いる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 の。あれじゃ、グレートサイヤマン、あ、フレンドガチャの。そう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 、そうだっけ、あれ
あれ超めんどくせえんだよ、LR 戦。あ、そっか、あれそうだ、俺に引いたんだよ、あれ。怖いね、やってたね。やってた、あれ実装された時ね。あれ今、LR でもうちょい虹ですよ。素晴らしい。うん、コストがすげえ高いからあんま使えないんだよ。高いんだ、あれ99とか。わかんない、それは高いのかな。もうなんか、抜群で高い。ヤムチャです。また SR 損機弾、懐かしいね。結構多いですよ。いいね。まあ、あとはまあこれやって展開時武道会もあるのはまず記録に挑戦って感じかな。うん、2000円以内に入れるといいっすね。前回どれが本当にやってる人多いんだな。ね、うん、人気あるんだよ、それほど。もう早期だ。押さえてる左手は何なんだよ。いや多分こんな風になっちゃうんだよ。あ、震えちゃうか。分かんない。一緒だよ、ほら手が震えて。俺震えてないんですよ。震えてないんだ、うん、しかもパワーが乱れるから触れてるわけじゃないの。何今の手、もう一回聞いてみよう。パワーが乱れるから触れるわけじゃない。違うでしょ、それ。お前どうしたっすか。あ、ギラン懐かしい。これギランだ。これ多分変化。パワーって何。え、このパワー、何そのパワー。あんた何のパワーの音言ってるんだい。いや、大事なパワーですよ。精ってこと。そう、へぇ、力、うん、パワー、うん、なるほどね。まあ、それで世の中ね、そっちで喧嘩事故が出てくる、回ってますから ね。はいはいはい、ぐるぐるが昔。いや、意外に出ないのかな。何か天才。ヤムチャです。まあいいですよ。ちょっと絵がね、絵が変だね。いや俺好きよ、こういう絵が。昔の感じがさ。お、ハゲがダブルハゲ来てる。WH これ結構熱いから、これは WH は WH、 あボーナス確定率、ボーナス確定率 60% 超えてるらしい。あ、本当に。うん、ほら。だから懐かしいな、これピッコロ戦う時じゃないですか、うん、そうだね、これね。ちょっと若いもんね、僕。ちょっと左あと7回引けるか、引くか。バンバン行ってみっか。バンバンいっちゃうか。ご飯。ああ、何だってあんまりやらってんだ。いい覚えだね。いい覚えだね。うん、大体2枚なんだね。ね、あ、はい。あの、重たい使用して重たい靴を脱いだ後だね。あ、そっかそっか。うん、ブー。あ、はい。誰？あ、トミックさんじゃん。いや、トミックさんじゃねえかよ。いやいや、知ってたら分かんないでしょ。いや、どう見てもトミックさんだよ。トミックさんか。ラジロベ確かスーパーの未来編でも出てくるかな。ヒゲすごい高いわけさ。なるほど、うん、次の一回聞かせてもらっていいですか。あ、いいっすよ。テンさん当てますわ、私が。私がね、やっぱね、大海王神様に続いてね、ガチャ神様っていうね。はっちゃん、あ、はっちゃんはね、ちょっと遊びで使ってます。あ、ほんと。うん、まあ弱くないと思うんだよね、はっちゃん。こういう天下一武道会のやつでは。これ昔からいるからね、これ人造人間8号ですからね、皆さんね。必殺技がね、シンプルでいいんだよ。へぇ、バカーン殴って吹っ飛ばすだけなんだ。なるほどね、まあ、弱いからね、はっちゃん自体。あれ、一人だよ。一人じゃなーって。勝った、勝った、天さんだ。おう、テンさんだね。テンさんに近い存在でしょ。これ出したってことは次テンさんだ。ああ、とっておきの裏技だから。結構縮れ毛なんだね、彼ね。うん、一本だけだから、うん、グルグルグルってしてない今。そう、さあ、ほら来た、ちょうど飛んできてるよ。これテンさんだよ。これいいじゃん、これいいじゃん。来ましたよ、皆さん見ててください。ナイスアシストだから俺、うん、これをもし外したら俺の責任です、これ。そうです、天さんね。まあ、天さんか。あ、天津飯か。あ、まあ、髪型は多分実質天津飯なんじゃないかなって。あと、下さ、グッフッフだからね。戦う干物。戦う干物、いいじゃないですか。あれ、ミイラ君ってこんなイケメンだったっけ？ちょっとケツアゴ気味で。うん。へぇー。これ引いて、じゃあまたラスさん引いてもらいましょう。いいんですか？あー、ゴテンちゃんも来てほしかった。これだったら。スーパーサイズ。これでもリストなのか、何か友情でもあるからありえる。ヤムチャです。
好きだね、ローガン。離れてってな。じゃあ最後に。いいですか、さっき、うん、チャオズを当てたということは、うん、次は天津飯です。天津飯ね、食べたいね。うん、美味しいしね。俺はちょっとああいうの男とはちょっと ああいうどんぶりどんぶり、ほらほら天津飯美味しいもんね。美味しい美味しい。ちょっと酸っぱくて。そうなんだ、行くぞ。マジでいいよ。新気候法来たね。ほら来たじゃん。